はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、こちらのやっとね AR のダイヤモンドを解除しました。ちょっと僕はね、交流戦とかカスタムゲームとかあと動画撮ったりしてるんで、まあちょっと遅いんですけど、やっとねダイヤ出せました。で、今回はねこちらの、コントロールをねやっていこうと思います。で、僕たちがいつも練習しているチーム練習している、まあ、e スポーツルールって言われるコールオブデューティーのワールドリーグの世界大会のルールがね、やっとね正式に発表されたんですけど、ハードポイントサーチコントロールがね、今作から追加されたコントロールがまさかのまさかの追加されたので、いやー、まさかねこのルールがその世界大会ルールに入ると思わなかったんですけど、まあ新鮮ですごく楽しみであります。さあ、というかで、そんなわけで今日はコントロール、1枚やって、いないねこの辺。お、敵は A に詰めてるっぽいな。ちょっとガンガン動き回ろう。さあ、僕はこれスペシャリスト、あ、そうだ、今日はビジョンパにしましたね。さあ、裏取りできてるはず。1枚削って、で、赤点出してから気づかれてるでしょ。で、まだいると思うけど、いなそうだな。あ、いるいるいる。外周にいるぞ。外周をやっていく。さあ、さらにこっちから来ると予想していく。いいんじゃないですか？流れ来てますね。だけど、まだ外周来そうだから、おっと、これは危ない。一旦引いて、センサーだったきつつ、敵も待ってるね。待ってる敵に対して飛び込むのは非常によろしくないので、ちょっと待つけど。あ、こっから見えるじゃん。おっと、敵のビリビリが来てるぞ。味方が壊してくれた。で、手前にいるのも味方、ナイスカット、でかいね。さあ、敵も待ってるから。おお、こんなところにいた。倒していきつつ、OK、いい感じですね。しかし、ここで弾が切れる。ランパート拾っておこうか。さあ、ランパートを拾いつつ、ヘルストームで、ここは下にいる敵かな？ダブルキルしていきましょう。で、A が鳴ってるから、なんかすごく見にくいサイトでカットしていく。しかし、これはヘリまでしっかりつなげたいところだな。1枚カット。上に登ってくる人がおったんじゃないかな。下からダメージを与えたが、やれるまでにはいかない。やばい、そうじゃない、操作ミス。戦闘蹴り出たね。出していっちゃって、この辺大丈夫かな。アルファが鳴ってるぞ。ナイスカット。多分外周かな。 OK、 ストライクチームまで呼びたい。呼べた。さあ、 OK、 完璧。15連続キルで、第1マップ勝利ですね。いい流れじゃない。そうそう、ダイヤモンドがね、連キルするごとに色が変わっていくんですけど、確か35連続キルで、ダイヤモンドかなになるはず。さあ、今回呼べるかな、ダイヤモンド。さあ、スイッチングラウンドってことで、どうしましょうかね。敵は最初 B、あ、A か。A 詰めてたけど、うちらちょっと B 行ってみようかな。で、ストライクチーム呼んでみよう、早速。で、思い切って突っ込む。危ねえ、ギリギリ。あー、逃げ切れなかったか。連続キル止まっちゃったのはちょっと無理したね。ちょっと B 難しそうかな。A 行ってみるか。まあ、敵も A 行ってたんだけど、かなり厳しそうだったんで、ここのマップは攻めがね、難しそうですね。さあ、センサーだとで確認。お、いないね。さあ、ストライクチームも出てるんで、おっと、後ろから？危ねえ、ギリギリ。やっぱ敵のビリビリ来てる。あーもう、僕はね、スペシャリストのメッシュマインが一番嫌いですね。あの、全然見えない地雷が、一番理不尽だと思ってる。それに比べればね、あのビリビリちゃんは許せるかな。さあ、ストライクチーム収集しておいて、さあ、外周は取れてるけど、味方がちょっと来てないから、ゾーンが、ね、進むの遅いですね。味方と一緒に入ればすぐ進むんだけど、あ、味方、そういうことか。ごめん、味方のこと言ってすいませんでした。味方は B を取ってくれてましたね、この間に。お、ありがたい。で、ストライクチームが暴れに暴れ回ってて、僕の仕事がないかもしれない。裏取り怖いな。
いやー、エイムがやばかったけど。もう敵、味方、敵のリス値も荒らしちゃってるね。どうする？これキル狙いに行くか？なんか、まあコントロールはね、エリア取っても勝ちなんですけど、攻めは。敵のライフをね、なくし、あのゼロにしても勝ちなんで、まあキル中することは別に悪いことではない。あぶね、ギリギリ。さあ、あと3人なんでやっちゃいましょうか。おっと、今、ヘリ呼べたかな？ヘリ呼べたかちょっとわからなかったな。さあ、ラストラウンドになるか、どうなるか。あ、ヘルストーンまでしか出てないですね。残念。まあ、最初 A 行ってみようか、また。開幕もう出しちゃおう。で、A 来てる敵はいないっぽい。下通ってるね。敵はやっぱまた B 行ってるな。そこの上の人倒すでしょ。で、ヒルストも呼んじゃおうかな。で、アルファにいる敵あたりをやっちゃって、で、また B に流れると思うんだよな。A か。A に流れると思うんだよな。A の敵やります。これ上から撃たれてんな。なるほど。崖上に住んでる人だったか。さあ、今回ちょっと35連続いかなそうですね。まあ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 、後々行きたいですね。レインボー状態にしたいね、ダイヤモンド。さあ、おっと、シールド。裏、わあ、角っこ入られた。あれはほっとこう。で、B 取られてるから、B 行かないとね。あー、なんかでも下取ってるやついるな。B はどこにいるんだ？まあ、角多いからな。クリアリング。2人いる、ここ。むずいな。1枚して、1回逃げよう。あー、無理だ。やばいな、これ B 落ちるかな。ちょっと心配だな。味方はもう完全 B 捨てちゃってるから、B 落ちちゃいましたね。残念。回収来てるな。1枚やって、センターもうやっていく。もう1人上にいるね、これ。A は大丈夫そうだね。味方がすごい上がってくれてるんで、大丈夫そう。で、僕もここ、その上がってやっちゃう？ナイスキル？で、そこいたの知ってるんで、早めにやりに行こうか。オッケー、ナイス。さあ、崖上から来るか、外周から来るか、見えない見えない。ああ！ピュリファイヤーじゃなくて、ファイヤーブレイクのあれがどっかにいるね。で、下にやつ倒して、いい感じいい感じ。B は取られちゃったけど、守れてるんで、いいでしょう。もうこれガンガン勝って敵のライフゼロにしちゃおうか。オッケー。さあ、敵もうリスポーンできない状態。この辺がちょっと面白いよな、斬新で。コントロールって、こう後半サーチっぽくなるから。お、これ敵じゃん。で、上にいるから、うわー、惜しかったな、今の。今のめっちゃ抜けそうだったけど、うお、上がってくる。で、味方のラジコンがやってくれたっぽいっすね。あ、でも A 取られてんな。まあでもこっちのナイフ12機あるんで、余裕でしょう。1枚。まだいる。その多分左から。やって、ラスト1。この先いるね。味方が勝つか。おお、味方が勝って。うー、だいぶクリーンに終わりましたね。一発撮りでした、今日は。目標13、ダメージ、あ、ダメージ7776。あと1で全部オール7だったけど、そんなことどうでもいいか。52キル7ですと、まあ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 、綺麗に折ったんじゃないかな。というわけで、お疲れ様でした。でね、やっと e スポーツルール、その世界大会ルールがね、正式に決まったんで、こっからね、本格的にチームの練習が始まっていくと思います。ちょっとね、公開ランクの動画も頑張って撮るんですけど、なかなか時間確保が難しいかもしれないんで、まあ、交流戦の動画も増やしつつって感じになりますかね。で、とりあえずやっとダイヤ出せて、あとね、SMG はこれからってところなんですけど、まあ、ハードコア行ってサクッと終わらせましょうかね。なんとか、まあ、少しずつ僕はダークマター目指していこうと思います。あ、ちょっと最後話長くなっちゃうんですけど、あの前に59連続キルした時、ちゃんとアットミック、あのニュークリア取ってましたね。このコーリングカードが
その30連武器だけで30連続のやつだったみたいです。教えてくれたリスナーさんありがとうございます。というわけでよかったらグッドボタンお願いします。お疲れ様です。We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone, took you to